おはなこはどうもベリーです。それでは前回ねがっつりショーが変わりまして、雪村さんもねちょっとさらに大人びた様相に、良い天気ですな、大人びた様相になりまして、まあ大阪城にね、九度山を抜け出して大阪城に入ったわけですけど、まあこれからねまた大きな戦が始まろうとしているというところですが、早速ちょっとね話を聞いていきましょうか。雪村様、異常ありません。おお、おお、後藤又兵衛さんとか毛利勝長さんとかもいる。さあ、あ、久しぶりの茶々様。茶々様、ご無沙汰しておりました。来たのですか、雪村。はい、お約束通り必ず茶々様をお守りいたします。約束など。は？軍議が始まります。急ぎなさい。なんだあれ。もうちょっと喜んでくれると思ったんですけどね。あれじゃまるで初めて会った頃の。軍議に行ってまいる。まずは機内を制圧し、その上で正常する徳川の軍を迎え撃つべきと存ずる。バカな、わざわざ撃って出るというのか。さよう。関東と西国との連携を断ち、徳川軍を足止めいたします。さすれば西国の豊臣四子の諸大名も必ず。そのような危ういことができるか。大阪城は秀吉様の築かれたまさに金城鉄壁、難攻不落の名城であるぞ。無論それは承知しております。されど城の守りを過信されては。大阪城による限り徳川の軍などものの数ではない。何故自ら有利を捨てねばならぬ。茶々様もさような暴挙は望まれぬ。そうでございますな、茶々様。任せます、茶々様。では軍議は籠城と決まった。ガタガタよろしいな、茶々様。どうなさってしまったのだ。茶様はどうなさってしまったのか。誰かこの町にずっといた人物であれば、茶々様があのように振る舞われる理由もわかるかもしれない。本当に最初に会った頃のような茶々様の様子になってるけど、どうなされたのか。お、かわいい姫。あ、真田の。カイ殿、お久しぶりでございます。よかった、あなたはこちらにいてくださったのですね。うわー、渋い。いい男になっちゃってん。じゃなくて。遅い、遅すぎる。あんた今まで何やってたの。面目ありません。何バカ言ってんの。雪村様のお立場を考えなさいよ。ここに来るのがどんだけ大変だったか。それはわかるけどさ、茶々様のお気持ちを考えると。茶々様はやはり私の治産をお怒りか。怒ってるんじゃないっつーの。なんでわかんないかな、この陶片木。うん、分かってないのはあんたも一緒でしょ。なんで頭がそっちの方にしか働かないわけ。え、違うの。いいわ、もうこれからはしっかりやってよね。無論誠心誠意お使いいたします。
ありがとうございます、カイ殿。何？何のお礼よ。そうして案じてくださるカイ殿がそばにいてくださり、チャチャ様も心強かったことでしょう。ダメよ、私なんて全然力不足。おや、クマ姫が珍しくしようらしい。うっさい。関ヶ原の後本当見てらんなかったんだから、チャチャ様は。それ以来誰に対してもあんな感じだから。真田の承知しています。今度こそチャチャ様を必ずお守りする。よし、よく言った。それじゃあこれまでのご無礼をお詫びします。真田幸村様、どうかよろしくお願いいたします。おお、おやめください、カイ殿。そのような、いえ、けじめですから、共にチャチャ様をお守りしましょう。はい。カイ殿がいてくださってよかったが、いやでもカイ姫がね、カイ姫さんがいてくれてほんとよかったね。渋かっこよくなって帰ってきたしね。確かに渋かっこいいよね、ゆきむさん。牢城か。ずっとカイ姫とくのいちさんが話してた時にずっとサスケさんが暇そうにしてたんだけど。お、次の方はこの二人、これだから戦のお方ない小僧が上に立つとよくねえんだ。そうね、守りに徹すとこれで先はないと。籠城しながら打って出る策。おう、期待を背負ってるね。お、森近さんいるね。じゃあ森近さんかな、次は。森近殿。籠城といっても周囲に砦は必要だろう。そうね、兵力すごい差があるからね。新しい砦、明石武則さんにも話を聞いていこうか。徳川が豊臣を非難するのは口実は難癖ばかり。そうね、なりふり構わず。それもまた家康殿の覚悟であろうか。よし、くのいちさん。どうした？どうした？大阪城の周りをパーッと見て回ったんですが、このお城、南がちょっと弱そうです。まことか？なるほど、攻めやすくなってる。大阪城の弱点である南方に砦を作り、そこで迎え撃つのが良さそうだ。ただの砦ではいけない、弾薬がたくさん必要になるな。鉄砲をめちゃくちゃ使うってことか。お、明石さんに話を聞いていきましょう。竹則殿、いかがなされましたか？弾薬ね。渡辺忠、槍の名手。ほう、まことか？周囲の警備が厳重になっていて、なかなか城に近づけない。行きましょうか。真田丸、制作任務。合戦準備のため、なんだっけ、しのき山、しが、なんだっけ、あれだよね、松永久秀さんのお城があったところじゃないの、ここって。しぎ山か。市議さんで弾薬を調達する。よし、サスケさん。弾薬調達の約束を取り付けることができたな。あとは迎えに行かねばならぬが。
お、サスケさんも行くの？一緒に。シギさん。松永久秀が居城とした。だよね、やっぱり。人と会う約束をしている。友をしてくれるか。いいけど。仕方ねえな。嬉しそう。頼もしい限りだ。よし、早速行こうか。真田幸村、参る。めちゃくちゃ渋くなってる。さあ、シギさん、行きましょう。負けられぬ戦いがある。俺も行くよ。家族だもんな。うわ、セリフ変わってない？サスケさんも。めちゃくちゃいいな。大阪城になかなか近づけない状態だが、近くまで弾薬を運んでくれている人がいる。うん。弾薬って、あの出丸作りに必要ってこと？敵から奪っちゃえば、戦力削げて一石二鳥じゃない？あ、なるほど。まあ、とりあえずまずは味方武将と合流。へえ。ん、あいつ絶対火薬持ってるよ。敵から奪うのか、いいね。シャクラク兵よし。ジョートミオ兵がシャクラク兵を狙っているぞ。狙いは分からんが、とにかく散れ。お、新影流剣士。はあ、隠れたって無駄だよ。打ち取ってやら。よし、どんどんね、行こうか。よいしょ。わあ、戦闘中のセリフも変わってるから、すごいな。全然印象が変わる。裏野牛。やばいぞ。めちゃくちゃかっこいいな、ほんと。この雪村さん。前の雪村さんもね、かなり高青年って感じだったけど、ちょっと渋すぎる。かっこよすぎるんですけど。オーケー。さあ、どんどん行こう。ん？いないね。よし。く、見つかってしまったか。よし、この調子で進もう。どんどん行こう。ああ、こっちに道がある。落ち武者狩り場。なんだ？うわ、野球さんいんだけど。うちの兵を襲って回ってるのはオタクたち？困るんだよな、そういうの。真田幸村、幕府の安泰のため、ここで果ててもらう。怖いな、めちゃくちゃ強いでしょ。まあ。この剣士の人たちがいること考えて、ちょっといるかなとは思ったけど、めちゃくちゃ強いだろうな。まあでも、挑むしかないでしょう。ここまで来れば。とりあえず周りの取り巻きを倒して。さあ、柳生さん。あ、でも全然戦える。サスケさんがめちゃくちゃやってくれてる。よいしょ、よいしょ。強いよ、雪村さんはもう。1、2、ほら負けちゃったね。戦は譲らないよ。戦は譲らないよ。よし、承知した。お、望むところ、我らはまた勝利を使うまで戦い続けるのみ。かっこいい。お、渡辺さんだ。おお、佐藤殿、弾薬を調達したはいいものの、徳川の兵がうろうろして身動きが取れたんだ。うん、明石殿から聞きました。ご無事何よりです。オッケー。柳生さんがいたね。渡辺殿が運んでいた弾薬は確保できた。ただ敵からももう少し火薬を奪っておきたいところだな。お、なるほど。まだ続く。お、ぬ、沢田殿か。あなたは白狼ぶち取りでを処罰されていたのでは。わ、怪しいね。仕事放り出して遊んでたんじゃねえの。いや、なんか怪しくない？かなり。大丈夫かな。あ、めっちゃいる。来たな。
火薬が欲しいならいくらでも食らわせてやるわ。なんかすごいサンスタっぽいセリフ入ってるけど、あめちゃくちゃいって、いって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 はめられる、いって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 ちくしょう。どうじゃこれね、まだいる、おおまだいる、オーケー、まだいる、まだいるっぽいな。よし、あと一人、さあ出てこい出てこい、いたー最後の一人、馬でドーン、オッケー、これで終わりでしょう。オッケー、これで火薬は調達できたね。十分な量の弾薬が集まったな。これで目的も達成できよう。こんなにたくさんの弾薬どうすんのさ、量多すぎじゃない？いや、ちょうど良い量だ。早速戻ってデマルを完成させよう。オッケー、サナダマリ製作任務を達成しました。もう早速じゃあサナダマリ完成するのかな。いや、このゲームのタイトルにもなってるサナダマリだよ。さあ帰ってきましたよサスケさん。これで徳川軍に対する備えがなった。このデマル、本城から張り出して築かれた車デグルマ、デグルはデジロとも、お城の弱点を、まあ、補う目的で作られる砦みたいな感じのやつってことね。へえ。縦眼扉、縦眼を設けた、あ、縦眼か、縦眼扉、縦眼を設けた扉、敵を射撃するために壁とか砦とかに開いている穴、まあお城とかにねよくあるよね。上田城にもあったよね。うん、父上の作られた縦眼砦を私なりに改良したもの、改良したものとなっている。お、雪村様と正幸様の合作みたいなものってこと？うん、熱いね。真田一族のデマル、お、それじゃあこいつは真田丸だね。来ました、良い考えだ。お、サスケさんが名付けたことになって なるんだなるほど、いい名前だな。達成。大阪城は三方を川に囲まれた難攻不落の城だが、南が手薄、その唯一の弱点をこの出城が埋める。真田丸ある限り我らは負けぬ。さあ真田丸を戦記に綴っておくか。真田幸村が大阪城の南方平野口平野口に設営した出城。うん、攻撃のための出城、大阪城の弱点を補強するためではなく敵をおびき寄せて撃破する、そういう出城だったと。正幸、第二次上田合戦で正幸さんが徳川の大軍を翻弄した戦術を参考に様々な工夫が施されている。なるほど。ち、裏切り者の匂いがする。さっきいたもんね、ちょっと怪しい人が。そうね、士気が下がるような真似はさせねえ。雪村様の邪魔なんてさせてたまるか。うん、父正幸の静かな死を見取り、最後まで燃え尽きることをなかった父の心情、大切なものを守るために戦う、その意地と覚悟を確かに受け継ぐ。チャチャとの約束を守るためためらうことなく大阪へ馳せ参じた。武勇と正幸さん譲りの知略を身につけ、大阪浪人衆の中心として活躍する真田幸村さんと。さあということで、まあ真田丸がねとうとう完成したということで、まあもうこのねゲームのね名前にも載ってる真田丸とうとう出ましたという感じですが、まあもう本当に大阪城のね戦いが火蓋がね大阪城の戦いの火蓋が
切られるところという感じですが、裏切り者がいる感じがするという。まあサスケさんがねまたちょっと頑張るのかなという感じですが、まあやっぱ関ヶ原とかのこともあるから、そう二の舞というわけではないけど、同じようなね末路をたどるわけにはいかないという感じですが、今回はねこんな感じで、次回はサンダマルが完成した後のまあ戦が始まる前のねまた話というところでやっていきたいと思います。それではまたやたらリシーです。ご視聴ありがとうございました。